ちょっとこれは、ここで認識しておいてほしいなと思うんですが、私らの分野、基本的には光の波長で考えないで、エネルギーで考える。光子エネルギーで考えるんですね。これはだから、エネルギー保存則使って、その電子分光っていうのは、基本的に光子エネルギーが直接関わる属性になっていきます。で、それと波長は当然ながら、互いに反比例の関係にあるわけですから、掛け算したら定数になります。そうするとね、例えば12000っていう単語、親の満願か。親の満願ですね、これ。すみません。光子エネルギー、フォトエネルギーに波長を掛け算。光子エネルギーをエレクトロンボルト、波長をオングストロームやると、親の満願になると。数値的に。なんでそんなこと言うかというとですね、可視光の範囲というのは、オングストロームで表したら3900から7700。だいたいそれぐらい。なんか、全部脈ありな数字ですね。はい。まあまあ、わかんない人もいいです。わかんなくても全然困らない。そういうことになるんですね。だからこれね、12000っては、覚えられない人は親の満願で覚えておいてください。さあさあさあ、まあ、そんな感じで、まあ、波長の短い方でいくんですけど、じゃあ光って何ですのっていうと、これはもう私の授業で、今ね、現在進行中の授業で、もうここ特に終わってますけど。